ドルはこちら。はい、今日はこの前の続き、ピンクの棚の紹介です。ももちゃんどうぞ。せーの、こんにちは、ももちゃんルームです。今日は前にここを紹介するって言ったので、今日はここを紹介していきたいと思います。まずどこから行きますか。今日は上から行く。ここは来たいんですけど、まずここから紹介します。これは一緒にももかちゃんとコラボしただけにももかちゃんとお揃いみたいなやつを買ったんですけど、岩のじゃないのこれ。違う、岩あっちにある。で、これは岩から、さゆちゃんと岩がお揃いにするって言ってた前の動画にも見たと思うんですけど、これイヤリングです。これはママからもらい、岩にもらい、ね、あんまつけないね。でもね、ここほらかわいい。つけないじゃん。でも最近つけないでしょ、ね、これはモモカちゃんと一緒にね、お揃いの。これ今度つけようかな。うん、いっぱいイヤリングあるから今度からつけたら。うん、これカラか。アイシャドウのこれカラだ。カラです。これはマミオちゃんのリップクリームです。リップクリームだ。これはもう使えないんですけど、うん、使ってないね。使えるか。使えるよ。これから使うんでしょ。これから使います。ここちょっとやめる。ちょっとここはちょっと写しとくね。これはママが昔使ってた iPhone ケースとかを並べてる、ね、ちょっと待ってください。これ見てもらってもいいですか。これしほりみちゃんと一緒に行った時の、うん、リップ。ももちゃんよく覚えてんね、誰と行った時のとかね。そう、これ見て、すごくすごい。ももちゃんポケモン好きなんでしょ。はい、そうです、そうです。私ね、EV が好きなんですよ。うん、かわいいね、EV リップ。この次が、これはほとんどメイクがいっぱいあるんですけど、うん、これは全部ママからもらいました。うん、ほとんどこれはあれ子供用なので自分であ、見せて。これはももちゃん用だね。うん、色つかない。これほら、色つかない。ここは可愛くてママの飾ってる場所なんでしょ。これはファイブ買ってくるね。え、かわいい。こちらはフリレージュさんの、うん、なんかあるものなんですけど、いつきくん、かずまくん、まことくん、はるさん、かたよしくんがいる。うわー、素敵。と、こちらは、うん、元はあそこの、なんか、ドアの場所に飾るやつなんですけど、うん、あそこ、散らかってるのね。で、こちらはドアにかけるやつなんですけど、今かけられないので、うん、ここに置いてます、ね。飾ってんの？あと、こちらは、前に、なんか、くじ引き？くじ引きで、うん、あれ当たった時、ネクストの、ネクストの、ほくちゃんが出ました。嬉しいですね。嬉しいですね。あと、これ、町田くんが、いないぞ。うん、あと、メイディーさんが出ました。かわいい。かわいいでしょ？うん。まず、ここはね、こうしてんです。一枚ちょうだい。下にあるよ。あ、これか、ママ。いいよ、いいよ、いいよ。だってさ、ママがあってたんだよ。ヨーも持ってるよ。ありがとう。いいよ、いいよ。ここ、ちょっと汚くなっちゃってるんですけど、まずここ紹介します。ここは、未来クリスタルと言って、うん、プリキュアの未来クリスタルと。うん、こちらは、なんか、スポンジと未来クリスタルと、ハグタンっていうプリキュアの、うん、この薬なんですけど、うん、あとこちら、こちらはよく流行ってる、ジャリジャリのバッグ。ジャリジャリ。ほら、色変わる。それスパンコールって言うんだよ。スパンコールしてるよ。知ってる？ジャリジャリのね、バッグです。スパンコールです。はい。ほら、すごくない？バッグですよ。これかかってます。あとで、ね、超すごいの。超すごいの？じゃあ次、こちら行っちゃいますか。これは筆箱は？これ前に紹介した筆箱かな。家用の可愛い筆箱です。はい。で、次はこれはウーモっていう。これウーモ？あれ、ウーモじゃないでしょ。ウーモ、ウーモ。え、ウーモだよ。え、これウーモだっけ。あれ、あ、ウーモ、ウーモ、ウーモだよ。え、ここはこうやって開けると、ここはなんかあるんですよね。こうやってくるっと回るやつと、おもちゃだ。ここね、なんか見えんだよ。持ってみて一回。持ってみて。
あ、ほんとだ、小さいなんか森が見える。あ、もーちゃん見える。で、ここのマークがするんですよ。まず、ここはブランコ、滑り台。ここね、こうなっちゃうんですよ。ここにもしいたら、こうやって開けてバスンと出てきちゃいます。ここね、あの、閉めるの簡単なんです。で、その後にあれ、待ってください。こうしたら簡単に閉めます。すごい。こちらは言っていい？もうちょっと裸だよ、これ。こちらは服が、服が開かなかったんですよ。あー、そっか、まだ、ね、電話していいんだよ。したい。イエーびっくりした。次、なんかいっぱいあるよ、あれが。こちらはブラシです。ブラシと、あの、あれなんだっけ、なんていうんだっけ、オイルドッキ。そう、あ、もうハマったもんね、地域ね、保育園の時。私もハマってますよ。オイル時計が欲しい欲しいって。見てください。ほんとだ。これ100円ショップで売ってたんだよね。そう。これは旅行で、ユアがもらったんですけど、ユアがいらないって言って、うん、私にくれたの。私って誰？うん、私？次はこちらの、すいません。次はこちらの、はい、これね。ファンデーションです。ファンデーション。違う、ももがさ、あれだよ。ファンデをね、顔で塗りたいって言って、効かなくて、でも、肌荒れちゃうからダメって言って、で、そしたらこの素肌記念日って、なんか素肌に寝ても、寝るともっと綺麗になるみたいな、寝ても肌に優しいみたいなやつがあって、ですけど、もうね、どうしても塗りたくて無理って時はこれをね、ギリギリ塗って落としてまーす。でもね、もちゃん、今日ね、ひなたちゃんね、家でいつも何してますかって聞かれた時ね、おならしたり、おならしたり鼻ほじってると答えたんだよ。え、ひなたちゃん。そう、面白いよね。ひなたちゃん。そう、おっさん生活してますって言って、おならしたり鼻くそほじったりしてますって言ったんだよ。本当だよ。嘘。本当本当本当。ここはさ、紹介しといてくれる？なんで？汚いからさ、やめて。チラッと。ちょっと。大丈夫だよ。じゃあいいよ。次は休憩とか入ってる。こちらは変な場所。変な場所。こちらはちょっと散らかったけど。何ですかこれは。こちらを開けていきますね。できちゃうんですか。ダーシーで、うん、何かわかりますか。わかんないですね、私には。わっ、素敵。まずこちらは上のマニキュア、下のマニキュアです。できるじゃないですか。どう、プリキュア。あと、これはせのちゃんからもらったマニキュアですね。かわいい。あと、こちらは前にリュックに入ってたマニキュアです。UFO キャッチャー取ってきました。よく覚えてるね。で、こちらはクレアーズで買いました。すごい、すごい覚えてる。こちらはララポート、ララポートで買いました。こちらは駅の場所の場所で買いました。駅で買った。おもちゃん、ね、全部覚えてんだね。覚えてます。いや、すごいわ。あ、反対だったわ。そう、ももってね、あんまりこうどこどこで、あー、もう何々欲しくて無理とか、あんまりね、わがまま言わなくって、あれなんだね、言うときははっきり覚えてんだね、買ったもの。ママ、ここ食する。次はこちらですね。もうちょっとママのも入れてもらってます、このあたり、リップのあたり。そうですけど、あとこちらもありますよ、見てください。あ、これね、爪、ネイル。爪を、あの、やるときにね、あれ、やりやすいようにやるやつ。出るねー。ぽ、この辺何？この可愛いカラフルの。こちらはマニキュア入んなかった。でも、マニキュアって、これはクレアーズ。全部塗れたらいいね。これはママが100均で買ってきてくれたやつで、うん、これは、しおりみちゃんにももらってあげたんだけど、あ、これは、これはママが買ってきたからわかんないと、文房具屋さんで買ったもん。はいはい。こちらもクレアーズですね。こちらもクレアーズですね。ほとんどクレアーズがありますね。もちゃんクレアーズ好きだもんね。そう、これはももかちゃんが選んでくれました。そうだ、選んでくれた。超可愛いの。うん。あとここじゃない？ここはロアちゃんがいます。これほら、ノアノンちゃんの動画を参考にしたんだけど、なんか靴だけとかもあるね。よく使って、あー、おもちゃよく使ってるもんね、ここ。見てたよ。マス、ここさ、マックね。マック？なんだっけ？エステ？違う。パックだ。パックを外すと、お、かわいい顔が出てきた。かわいい顔です。うん、私もあげるよ。あ、
マーメイド。マーメイドだ。これなんだっけ、これ。これは100均で買ったんですけど、磁石。ああ、曲げますね。こことか、冷蔵庫つけます。これは、ママに作ってあげたんですけど、飾ってるのね。バッグです。バッグね、上手。で、これは、どうしてもママが、くれなくて、そしたらくれました。なんだ、ああ、これね。まあ、もう今はいいけど、昔さ、これ大事にしてたのよ、これ。サマーサでなんか、おまけでもらってさ、すごいなんか。かわいいよ。そう、ママがあの時、すごい高くて買ったのが、でも買えちゃった。はい、見てください。高いさ、高いバッグ買った時。ここにあったんですけど、見てください。こちらサイコロですね。これは貯金箱なんですけど、いきます。6、6です。6回歩きます。今日はこちらのピンク色の棚を紹介しました。ということで、次はあれだね、しなこちゃんみたいなお部屋にするために頑張る動画だね。はい、そうですね。これさ、あの次の動画で、ね、私がそのこれ終わった後に、じゃあバイバーイ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ももからはツイッター、インスタグラムを見てね。バイバーイ。